ちゃこんにちは。各会社、まあ、今ちょうど株主総会の時期ですよね。いろいろ言われるなお前大変だなお前まあ調子の悪いチームはね。そうですね。プロ野球もちゃんとね会社ありますんで、はい、株主総会は開かれますし、もちろんもちろん、まあいろいろ、まあね、下のチームは言われますよ。それは言われる。記事にも出てましたけれども、やっぱり先日パリーグの最下位の西武であったりとか、はい、あとセリーグの下の例えばヤクルトであったりとか、株主総会で株主からどうなってるのっていうふうにやっぱ厳しい声が上がった。そうだよな、うん、それで株が下がっちゃったらな、まあ、そうですね、あれだしな、はい、調子良かったら上がっていくんだろうし、はい、大変だな変ですよ。ファンにも気にしながら叩かなきゃいけないって。そうです。だから株主にもファンにも気を使いながら、はい、頑張ってるわけですけれども、はい、となってくるとやっぱりその最下位のチームの会社は言われてしまうと。西武、まあ、そうだな、ヤクルト、中日、あ、まあ、改善策だよな、うん、結局な。そうですね、まあ、どうすればいいかという。はい、で、まあ、中日は、はい、俺やっぱ思うんだけど、もうね二軍の監督やってる片岡をヘッドコーチとして立浪の横につけた方がいいんじゃないかなっていうような気がするんだよね。まあ、今落合さんがそうだ、ね、いますけれども、まあ、落合も悪くはないんだけど、はい、ただやっぱり本当に意見交換できる立浪に対してちゃんとした意見を言えるっていうのは、うん、俺片岡しかいないと思うんだよ。はい、で片岡ってやっぱこうコーチの実績もね結構積んできてるし、やっぱそれなりのノウハウだとか経験値も高いし、で立浪はその野球はもうエリートでやってきてるけど、はい、いきなり監督でしょ、コーチの経験がない、うん、だからそういう意味ではコーチと監督を結ぶという意味でも、だから俺は片岡の力っていうのはやっぱこうここで発揮してほしいなって思ってる。おで立浪は本当に腹割って話せるっていうのは片岡しかいないと思う。だからそういう意味では今じゃないかなっていう気がする。あ、まさに、うん、じゃあ今本当にちょっとなかなかその最下位でっていうところでファンの中ではその立浪監督が休養するんじゃないかどうなんじゃないかって言われてますけど、まあ、まあまあ確かに、その前に片岡さんを、まあ、二軍監督をヘッドとして一回置いてみるべきだ。まあ、2軍と1軍の監督ってやっぱこうあの選手がどうのこうのとか、例えば根尾が2軍に行っててピッチャーどうなんだっての密には話してると思うんだけど、同じ現場にいて同じ感情を持った時に同じミスが出たとか、そういった時にやっぱ立浪はこういう感情を持つけど片岡はこういう感情を持つって、それをぶつけ合っていいものが生まれると思うんだよね。他のコーチとじゃあ立浪が腹割って話をできてるのかどうかっていうのは分からないけど、はい、片岡だったら立浪のストレスをある程度軽減してくれると思うんだよね。はい、やっぱこう頭がクリアになっていい思考をしないと絶対に采配だっていいものっていうのはタクトを触れないと思うんだよ。だからそういう意味では俺片岡っていうのは今じゃないかなっていうような気がするよ。コーチの配置替えをしてもいいと思うよ。はい、じゃあ例えば片岡さんだとその立浪監督にいやそれちょっとストップしましょうとかそれ違うと思いますっていう風に意見をぶつけ合える、ぶつけ合えると思う。ただちょっと待ってとか言えると思うんだよね、はい、俺はこう考えるけど、うん、お前この考えを聞いてどう思うとか、はい、そういうことができるのが俺片岡しかいないと思うんだよ、うん、でそのための俺は片岡を呼んでると思うんだよ。確かに2軍でも一生懸命選手をね1軍に送り込もうとしながら、はい、まずは片岡のやり方ってその選手の技術じゃなくて人としてどうかっていうことを育てようとするから、はい、人がやるスポーツだからね、うん、だからそこは一旦置いといてやっぱ立浪を支えに俺は行った方がいいような気がする。おーと俺は思うけどね。それはなかなか考えなかったですね。みんなあ、そう、はい、そうです。例えばもうトレードも今年やりましたし、なのであトレードかと思ってましたけど、その配置替えですね、コーチ陣の。俺はした方がいいんじゃないかなっていうふうには思うけどね。トレードはもちろんもうこれ以上はトレードは片岡が上に立ってするときにはするし、はい、で話を聞いてあげる聞いてあげれない、うん、で腹を割って話せる話せないっていうのはすごく、うん、俺は立浪監督としては大きなことだと思うんだよね、はい、だそれができるのは唯一片岡だと思う、今いるメンバーの中で、はい、だそれはもう100万力じゃないけども得るぐらいの力になりやしないかいって思うんだよね。うんうん、だからもうぜひともね株主総会まだか中日いやでも
もうこの時期なので誰かがね株主が、ね、片岡さんをっていうふうに。いやなるほど、だからその選手どうのこうのではなくてちょっとコーチ陣の配置転換ということで上と離されないようにここから行くために、だから片岡は球団の中の大体の選手は見たわけよ、はい、まあ、1軍での実力っていうのは解説者してる時からも知ってるし、でも若手を預かって上に上げてるでしょ、はい、そしたら大体性格も何もかも大体分かってるはず、うん、だからこの選手の扱い方はっていうのも分かってるし、でも一軍に来ていきなりこんな扱い方されるとみたいな、うん、そうじゃないんだよ、タツさんあいつはこうこうこうだからもうちょっとこうしといてやった方がいいとか、はい、いやもっと言った方がいいとか、まあそういうことはね片岡だったらもう敏感にもう感じ取ってるんだよ、はい、ものすごい繊細なやつだから、うん、ね、顔は怖いけど威圧はしていくけどいやだけどだからものすごく気持ちは繊細で、はい、感じ取ることがうまい二軍監督だから、はい、だから横に置いた方がいい、俺はそう思う。なるほど、なんか新しかったです。あ、そう。はい。本当。じゃあ5位のヤクルトで、はい、5位のヤクルトは株主総会でやっぱりその株主からもこの成績でとか、じゃあ現状でこの選手でいいんですかっていうことを質問された時に、小川 GM を中心にチーム全体で考えていると、でいい選手がいればトレードをするとか新規契約する方向で話を進めていくというふうに話も出たというところなんですけれども、ヤクルトの大体その選手を見渡すとね、ものすごい優秀な選手が多いんだよ。でやっぱこうスカウトが優秀だなと思う節があって、トレードっつってもいや後釜全然いるしみたいな、うん、もうポジションは埋まってるよっていうような感覚なんだよ、はい、まあピッチャーとすれば奥側がねいつ投げれるかとか、はい、まあ、そういう期待はあったとしても、まあ、現状はそういう噂もないし、はい、で何が大事かっていうとやっぱ新しい血なんだよね。あ、でヤクルトで育ってる選手たちっていうのはもうヤクルトの雰囲気にどっぷり使ってるというかね、そうじゃなくてなんかポッとハングリー精神を持ったヤクルトの選手もあるよもちろん、はい、ポッとねここでやんなきゃもうクビになるみたいな選手を取ってくると雰囲気が変わるかもね。だから坂口がやっぱオリックスから来た時って、はい、そういう殺気だったものがあったわけよ。へ、うん、だからそういった新しい血っていうのは本当に大事かもわからないね、今のヤクルトにはね、刺激という意味で。確かに、まあ、あと田口投手も巨人から、まあ、そうだね、来て今成績残してますし、うん、でヤクルトってすごくいいチームでね、はい、新しく入ってきた選手をウェルカムなんだよみんな、うん、はい、でみんなに仲間に入れてあげようとする、うん、そういうあったかいチームだから働きやすいと思うんだよ。ただし持ってくる選手は必ずもう徳田原に足がかかってるような選手、うんうん、もう死に物狂いでできるような選手をやっぱヤクルトは取ってきた方がいい。例えばポジション的にはここを補強した方がいい、そういう選手を取った方がいいとかってありますか？そういうことでもなくて、うん、そこは埋まってんだよ本当に本当にね、後側もね優秀な選手でいるんだよ、はい、例えば中島なんか2000本絶対打ちたいでしょ、はい、だから巨人から取って右の切り札で持っとくとか、あ、まあ例えばの話、はい、そういう選手だよ。なるほど、だからもうねボールなんか食らいついていくよ中島なんかですよね。で2000本打つために、あ、まあ、2000本打つためにそうですよね。そうだからポジションはね中島が入ってきたからってないけど、はい、ないけども例えばの話ね、うん、そういった選手で死に物狂いでだったりとか食らいついていくぐらいの選手ってことですか？もう後がないっていうぐらいの選手を取ってきた方が、うん、俺はいいような気がする、ね、る若手の優秀なのはね、うん、ヤクルト本当いるもん。そうですね、うん、宝の山だからそこ、うん、いや本当に確かにそういう意味だと本当に中島選手とかそういったこうベテラン勢でなんとか死に物狂いでっていう選手の方が何かまたいい刺激だったりとか、そうそうそう、本人にとっても与えてくれるという、うんうん、そうですよね。そうそうそう。でもう一つはやっぱり西武です。西武、ね、パ・リーグの、はい、新庄監督はね、はい、うまいこと言ったね、うん、伊藤博美に、はい、髪伸ばすのはいいけどお前毛先は傷んでると。ありましたね。毛先は大事にしろと、ね、はい、やっぱこうそういうことなんだよね、うん、そういうことをこう言えるかどうかっていうね、野放しにしてるというか、うん、まあ、そんなところもあるけども、うん、まあ、やっぱりチームに目を向けると一番だよな、やっぱ補強はした方がいい、動いた方がいいよね。今年動いてないですよね一応ここまではまだ、まあ、そうだね、うん、まあ、新庄監督でもそう、その他の球団でもそう、まあ、例えば12球団でね現役ドラフトやったヨーカーをどうやって使うんだって言ったら、ちょっと使った時にホームラン打ったりとかしたんだけどもう使わないとかね、
やっぱり積極的に使ってあげた方がいいのかなっていうような気がするよね。それなりにその数字を持ってる人たちはね。だけどやっぱりちょっと動いた方がいいな。そうですね。一番を積極的に取りに行くとかさ、はい、まあそういうことだよね。ここまで動いてないっていうのはもしかしたらあのダメになっちゃった不成立のものもあるかもしれない。まあまあ確かにそうはあるかもわからないけども、うん、まあじゃあ誰が欲しいって他の球団から言われた時に誰が出せるかだよね。そうですよね。いやいや、ピッチャーはいいかもわからないけども、はい、なんかそんなに先発ピッチャーが今年良くないんで、うん、フル回転になってるからな、中継ぎがな、なかなか出せないな。うん、あと、まあ、蛭間選手なんかもちょっと1軍に上がってきたようですけれども、ドラフト1位な、はあ、いやだからここまで時間かかったのが、ちょっと俺は不思議でしょうがなくてさ、はい、高校卒じゃないわけだから、うん、大学の早稲田ちゃんと出てるし。はあ、体力的にスタミナ的にもさそんなにないわけではないと思うんだよね、はい、でドラフト1位で取っててバットコントロールが良くてでオールジャパンにも入っててね、そういう選手がやっと上がってきたなというの感じ、はい、で昼間なんかはやっぱ一番も打てるようなそれだけのバットコントロールがあるし刺激になればいいけどな。そうですね、うん、松井監督が今年からやっぱ初就任ということもあって、で出だしからいろんなことがあったり監督不慣れの中でいっぱいいっぱいになってる部分とかもあるんですかね。もしかするとどうなんですかね。やっぱ負けるっていうのはさ、うん、いろんなことを考えさせられるよね、はい、頭の中でもうキャパを超えてるかもわからない、いろんなことがありすぎて、うん、だからピッチャーの交代とかね、はい、できないところで飛び出していったりだとか、まあ、平石がね監督経験があるからもうちょっと支えなきゃいけないんだろうけども、2人でちょっとパニックってる、いやこんなはずじゃなかったって、あまあそうだな、西武って俺は上位ランクだったんだけどね、はい、だからいろんなことがありすぎて、まあ、なかなかなうまくいってないけどな。そうですよね、うん、ただやっぱりこう、まあ、一つ昼間に動いたっていうのはでもチーム内でしょ、はい、トレードって緊張感が生まれるんだよね、うん、逆作用もあってしらける部分もあるんだけど、はい、DeNA の時はねちょっとしらけたけどね、藤田を出して、はい、藤田人間的にも最高なやつで守備が日本一うまいやつなのに出しちゃうなみたいな、うん、で選手の中の中心だったしね、はい、そういう選手は出しちゃうと誰が来るとかいうよりも、うん、その選手が行っちゃったっていうのが、うん、まあ、チームに動揺を与えるとかね、はい、まあ、そういうことにもなりかねないけども、それ以外だったら、まあ、動いた方がいいかな。そうですね、やっぱここから、まあね、上位というか上に離されないためにも何かしらのこう動いていくなり、うん、何か取っていかないとっていう。カゾーランがさ、選手の時ものすごい勢いがあって積極的な選手だから、まあ、ポジティブなんだよね、はい、だけど今はもうネガティブになっちゃってると思うんだよな、うん、だから誰かを取ることによってよし行くぞみたいな、まあ、そういうことになってくれるといいけどな、一番な、ね、なんか一つカンフル剤になってもらえるとね、うん、カゾーの性格が生きてないもんね、監督やってて。あ、もったいない。もうポジティブにアグレッシブに行く監督なんですね本来は。言えば新庄よりもポジティブな、うん、そんな感じはしたんだけどね、うん、だけど新庄は強いな。新庄監督は強いですなあ、はい、だからやっぱ加藤も強い人間だから、うん、ポジティブにね、はい、そうやって振る舞いながらチームを引っ張らないとな。そうですよね、今挙げた3チームなんとか上に離されずに食らいついてこうしがみついていくためにもここからどういうことをしていかなきゃいけないかっていう。ロッテも低いんだけどいいのだから前も豊さん的にその打率が上がってきてるかなっていうおっしゃってたので、ね、楽天は特に動かなくても大丈夫、まあ、いい選手もいるしな。そうですよね、そうそうそう、これから上がっていくから、うん、楽天もね。そうですね、なので今挙げた3チームなんとかこの後も後半戦も頑張って食らいついていってほしいなと思います。はい、はい。